大津巫女は天武天皇の巫女。母は天智天皇王女の大田王女。同母姉に大北王女。日は天智天皇王女の山辺王女。663年、九州の名大津で誕生。日本書紀によれば天武天皇の第三王子とされる。開封僧によると、上報介護、旧春縁、幼年にして学を好み、博覧にしてよく文を属す。 そうなるに及びて、武を愛し、多力にして、よく剣を打つ。性すこぶる法刀にして、ハットに関わらず、不死を下して、死を礼す。これによりて人多く二屈とある。日本書記にも、同じ趣旨の賛辞が述べられており、抜群の人物と認められていたようである。母の太田王女は、天智天皇の御子で、宇野ささら皇后の姉にあたり、順当に行けば、皇后になり得たが、 大津が4歳頃の時に皇居し、姉の大北王女も時女とされたため、大津には後ろ盾が乏しかった。そのため、イボ兄の草壁美子が681年に皇太子となった。683年2月に朝廷の政治に参加。この市長調整という大津の政治参加を示す文句については様々な捉え方があるが、俗に本気に皇太子である。 首親王の政治参加に同じ用語を使っていることから見ると、草壁と匹敵する立場に立ったと理解するのが妥当だと思われる。しかし、当時まだ年少だった長寿、舎人親王などを除けば、決闘的に草壁と互角だった大津の政治参加は、一応は明確になっていた草壁への行為継承が半ば、白紙化したことを意味した。八十六年九月に、 天武天皇が崩御すると、同年10月2日に、親友の川島美子の密告により、無本の槍とされて捕らえられ、翌日に、いわれにある長田野の辞典に手違いした。去年24、日本初期には、日の山部王女が巡視したとしている。また、万葉集の大使には皇居の直前に、姉である、大北王女が採用を務めている、伊勢神宮へ向かったとある。 大津美子の無本に関わる内容のうち、川島美子の密告については、徳良義隆などによる虚構を主張する論者もある。また、無本の内実については、和田厚夢のように、天皇の貧窮で皇太子を阻止るような発言をしたのではないかとする見方があり、岡田誠二のように、伊勢神宮への参拝が近畿に触れたのではないかとする理解もある。ただし、この一世紀に関しては、 万葉集以外によるべき資料がなく、そもそもそれ自体虚構ではないかとする説もある。無本の内実についても、それを伝える確かな資料はない。万葉集と開封層に時生が残っているが、上代文学には、事件の背景には、宇野ささら皇后の意向があったとする見方が有力である。金雨林日社古生最短名泉路無品種この、 夕花レア向き大津王子二条山坊大津美子の墓は、宮内町により、奈良県葛城市染野の二条山尾岳山頂付近に、ある二条山墓に事情されている。宮内町上の形式は円墳。一方、近年では、二条山山六の鳥谷口古墳をまばかとする説も挙げられている。なお、奈良、薬師寺には、大津美子座像奈良国立博物館帰宅が伝わっている。 なお、この淡津王は豊原氏の外されるが、系図には矛盾点が多く、信憑性は薄い。小説漫画、ありがとうございます。